夜分にゃせよスミゲフルミラ。今日はちょっとかなり時間が経ってしまっているんですけども、ポップアップストア、カフェ、ミュージアム、ショーケースのグッズを紹介したいと思います。ミュージアムの方から、ミュージアム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 、まあまあ。まずはこれはチケットですね。半券ってまだ残ってるの。で、入場特典のランダムのやつですね。まずは第1弾のやつですね。アギュから紹介すると、まず星くんおぬみぎゅーって感じですね。元に推しと現に推しと推しって感じです。複雑。星くんより嫌だ。星くんって言った今、うん、星くんって言った。無意識でも。で、これのんの第一弾のやつですね。星、うじ、ジョンさんです。で、第2弾の方、本当にアギュすごいの。アギュすごいの。今から紹介するの全部自力。交換なし。プス、そう、交換なし。クプス、ジョンハン、ボーヌ、ミンギュ。すごくない？えぐいよね。ミンギュ自力はえぐい。で、次がノンの第2弾の入場特典です。星、ジョンハン、スンガン。スンガンだけ自力。だよね。多分。だってほら、ジュンジュンじゃん。ジュンジュン。スンガン、ジュンジュンで出た。スンガン、ジュンジュン。あと、ウジも自力。あ、これか。第1弾。ウジとスンガンだけ自力。これと、ジョンハンも自力じゃない？あ、そうだ、ね。これは誰だったんだっけ？クプス、ジョンハンを右に変えてもらったので、第1弾は。あげね。え、ウォヌじゃない？ん？ウォヌじゃなかったっけ？違うよ。クプス、ジョンハン、クプスを変えてもらったの。ちゃんと覚えてるよ。ミュージアムのグッズは本当に何も買ってなくて、アギはこれだけです。スティックのやつ、こういうやつです。この位置から撮るとめっちゃ長く見える。顔突っ込んで。で、ノンが買ったやつですね。ポストカード、うん、星野だけで、最後ネームステッカーですね。自分のやつ作るやつ。アギがミンギュちゃんなんですけど、残念だけどで作りました。で、ノンが星、やはー星って作りました。ツイッターで、うん、そうそう、よいしょですね。ミュージアムはこれだけになります。ほとんど入場特典グッズ買ってない。次は、渋谷109のポップアップストアのグッズになります。まあ、こっちも返して買ってないんですけど、まず猫ちゃんボンボン、これはマジでこれは可愛かった。これを本当に買いたかった。これのために始発で行った本当に。でもなんかこれだけ買うの忍びなくって、缶バッジも買った。バージョン1の缶バッジは本当に1個しか買ってなくて、これです。ミンギュちゃんなんだっけ、クプスかな、ミンギュに変わった。で、バージョン2はノンも買ってて、まだアギュの紹介するとアギュの紹介するとで、まずウォンヌくん、ミンギュちゃん、犬の毛がミンギュちゃん、かわいい。で、バーノちゃん、これは自力しました。バーノちゃん、バーノーはい、で、次ほらあえよ、あえノンね、星、ウジ、これ自引き、ノン自引きした。そうで、スンガ、スンガ、スンガは交換ですね。ちゃんと1押し、2押しで揃ってる。ミンギュちゃんね、第1弾しかない、物がないんですけど、まあ、あとかな、あのなんだっけ、2000円以上買った人に配られるショッパーですね。これはノンとアギュ1枚ずつ持ってます、感じになります。本当にポップアップストア全然買ってないです。じゃあ次が、カフェですね。カフェ、まだ実際表参道にしか行ってなくて、渋谷の方行ってないんですけど、まあとりあえず紹介しようと思います。まず入場特典ですね。1回しか行ってないんですけど、アギュが入場特典をもう1枚欲しくて、お母さんも連れてたんですよ。え、アギュ2枚の1枚。ここでも奇跡が起きたの。アギュ、まずノンね、ノンは星です。
ジスが出たんですけど交換してもらいました。でボンヌアゲノでミンゲちゃん、いやマジミーにこれ自引きしました。素晴らしい素晴らしくない？ポンポンってミーに出てきたのマジでびっくりした。ドリンクがコースターですね、コースター。アギュがミーニー、ノンが星宇治です。で、あの食べ物食べた時になんかよくわかんないカードがついてきたんですけど、アギュのちゃんとミーニーです。で、スンがノンの、これはなんか渋谷表参道から変わらないみたいなんで、まあ、適当に表参道で欲しいとか集めたから渋谷で星宇治食べる、うん、買ったもの、買ったものはグッズですね。アギはあのポストカードしか買っておりません。ミーニーです。こちらですね、ボンヌーとミンギュ。私このボンヌーがめっちゃ超かっこいいくらい好きなんだよな、超かっこいい。いやこんなにタキシード似合う人なかなかいないね。だミンギュはちょっとなんかさサラリーマン感あるじゃん。違うよね、なんか、うん、上流階級みたいな。全然違うよ階級。そうそうそう。サラリーマン。まず上流階級だ。マジでかっこいい。お城にいる。違う世界に住んでる人って感じ。あ、でノンがポストカード欲しいですね。これはなんか中間層にいるよね。なんか普通なんだよね。はい。缶バッジノンしか買ってないんですけど、まだこれ交換見つかってなくて、トンバーノンとクップスですね。いい感じに。ね、アギュの推しを避けていく感じ。まあノンが買ったんですけど、ね、せっかくヒポチならもう、ね、もう半分のヒポチを出してくれたら私的にはすごい嬉しかったんだけど、なんか今回は入場得点がトレカだけじゃなくてなんかクリアファイルがあって、クリアファイルはまあ2種類しかないんで、まあ、ほぼほぼランダムって感じじゃないんですけど、これですね、青いバージョンとピンクのバージョンあります。結構小さめで、まあ、うん、何に使おうって感じです。以上がカフェです。で最後にショーケースのグッズを紹介します。まずうちはですね、これはまあ多分事前購入の分だったんです紹介してるんですけど、ミンギュちゃん、アユので星ですね。でこれが次が、ノンが会場で買ったんですけど、スムとうとうスムさんのうちわに手出したの。じゃあ握手した時のビジュアルだから記念に買っとかないと。あー、そういうことっていう理由で買ってる。そういう言い訳、あくまで言う。可愛いね、歌いましょう。やっぱスンガの字可愛いんだよな。アギュがクリアファイルを買いました。全員の、全員のとクプス、このクプス好きなんだよね、可愛い。でウォンヌさん、かっこいい。ミンギュちゃん、ミンギュちゃんもね好きなんだよ。髪がね結構ね暗めでね落ち着いてる感じ、いいよね。ほら、かっこいい。ないミンギュの尺が。バーノは買わなかった。バーノ買わなかったんだよ。まあ、うん、そう、買えよって話なんだけどね、ここまで来たら。バーノは言うてそんなに来てないでしょ。よ、なんか、美女による。え、だって、ヒポチ揃えないとみたいな。そういう、そうそう、そういう、なんか、使命を感じる。勝手なやつ。あ、でもね、バーノはね、最近でも来てるんだ、ハルコン以来。で、次、トレカ。バーノは伝説だ、トレカ。一生ないよ、あんなん。ノンから紹介するんですけど、ノン、今回は、ノン史上最、一番買ってる。で、6パック買ったんですけど、トレカを。1パックは、何か他のものに変わってしまってないです。うん、覚えてない。覚えてない。で、まずこれ。スンガンが、あ、スンガンじゃない。モシが、とりあえず、4つ揃ってて、で、レンチキュラがもう1枚あるって感じですね。で、スンガンも同じパターンか。スンガンも同じパターンで、4種類揃ってて、レンチキュラがもう1枚あるって感じです。で、ウータンも揃ったんだ。そう。ウータンも4種類揃ってます。で、他が、ディノ。サイン。サインのやつって何のビジュアルだったっけね。わかんねえ。ミュージアムか。ミュージアムのギリですね。で、ミーハオ、ミーハオ。カフェのビジュアル、ミュージアムのビジュアル。感じです。本当に買ったね。うん。目覚めちゃった。これで、あとすればいい。で、アギは、事前で
多分開封動画出したと思うんですけど、それ合わせて34パック買いました。会場で24パック買いました。まあアユもなんかいろんなものに変えたって本当に20、34パック分はないんですけど、紹介します。順番通りに並んでて、全員のやつ会場で事前10パック買った時出なくって、事前で会場で24パック買って出た唯一の全員のやつ、マジで全然出なかった今回。本当にだいたいいつも2個ぐらい出てくれるのに。でレンチキはですね、クプス、このクプス可愛くてちょっと1枚2枚手元に残しておいてます。ジョンハン、ジスジュン、星、ウォヌが、ウォヌ、ウォヌ、今回ウォヌも結構集めたんですけど、な複数枚ウォヌが6枚ですね。レンチキラーが超可愛い。なんか日本のレンチキラーやっぱ理由優秀なんだよ。ちゃんとね角度がね一緒なの。よいしょ、ちょっとなんか見づらい、ね、で、ウータン、ミンハオ、ミンギュがこれは何枚か、6、9パックだ、9パック、9枚、ミンギュは9枚集めました。リンチキラ可愛いから、可愛いから9枚集めて、ドギョム、スンガン、バーノン、ガニマールね、バーノンのリンチキラも多分可愛かったから今集めたんだと思います。で、ディノちゃんね、で、次、ニンジンですね。プス、ジョンハン、ジスジュン、星、ウォヌが何枚だこれ、ウォヌ6枚ですね。人参さんあって、で、ウータン、このウータンの人参ね超可愛いから、ウータンの人参めっちゃ可愛くないですかね。初めての人参トレカを彷彿とさりさせられるような感じ、超可愛いのでもう1枚取っときました。で、ミーハオが3枚ですね。で、リンゲちゃん、リンゲちゃんね9枚集めたかったんですけど、なんか他のことに気を取られてたら9枚揃わなかったです。なんで7枚、でも可愛い。で、ドギョン、スンガン、バーノン、ディノちゃんです。で、これはミュージカフェのビジュアルですね。カフェのビジュアルで、クプス、クプス、ジョンハン、ジスジュン、ホシ、ボヌが何枚、4枚あります。4枚で、ミンハオ、ウジ、ミンギュちゃんが5、8枚ですね。ミンギュちゃんが8枚あります。で、ドギョム、スンガン、バーノン、ディノ、リノまでで、次がなんだっけ、これはミュージアム、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 クプス、ジョンハン、ジス、ジュン、ホシ、ウヌが3枚で、ウータン、ミーハオ、ミンゲちゃんが6枚で、トギョム、スンガン、バーノン、ディノちゃんって感じになって、また今回も全員コンプリートすることができました。はい、うん、よいしょ、はい、これで全部紹介できたかな。はい、紹介できました。ということで、じゃあ今回は紹介を終わりたいと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。にょーにょー。